しい技をね、はい、やらせてくれない京子が、まあ、うまいんでしょうね、やっぱりね。パワースピードテクニックどれをとっても一級品の井上京子、さあ当然それに真っ向からぶつかっていこうという福岡ですけれども、ここまではやはり思うように攻めることはできません。それから、ね、島田選手ね、井上京子なんかと当たるとやっぱり体重っていうか重さを感じちゃいますか。あ、感じますよ。相当重いですよね、うん、体重も。あ、出ましたね、それで飛んじゃうからもうすごい何でもこなせますよね、本当。本当ウエイトがありそうだしね、大きいんですよね、だからね、大きいですね、うん、背中とも腰とかお尻とか肩幅ね、足とか足のももとか、足も長いですね、でも本当に足こんなに太かったのってほど太いですよね、そうですね、ももなんかすごい太い、こういった今ではもうレスラーとしてはもう十二分のこの体型という感じですけれども、リング中央、先ほどから腰を徹底的に背骨折りを続けている。あ、来いよって感じですね。ちょっとここまで不甲斐ない福岡に、おっと福岡ここで、福岡ここで、あ、これはぐるぐるパンチの予感がさせる展開ですけれども、あ、しかしまだちょっとこの、あーっとぐるぐるパンチ、さあ息を吹き返すか福岡、これが出ないと、これが出ないとこの人は出てこないぞ。私これ初めて見た。これでもいつもやるでしょう、なんか噂には聞いてたんですけど、なかなか試合見るチャンスとかなくて。あ、そうですか、うん、下村選手の時は出しませんでした。出しませんでしたね、うん、まあ、調子をね、まあ、自分でこれを出して上げていくというのがこの福岡のいつものパターンなんですけれども、あ、さあミサイルキック、ここで2発目、やはりまだ余裕があります。避けないで振り落としちゃうとかすごいです、ね、うん、でもおっと表情がいいですら、あの福岡選手ってね、はい、あ、そしてこれは京子の強烈な洗礼だ。京子の強烈な洗礼、さあぐるぐる回していきます。場内もちろんカウントの大合唱、何周いきますかね。これはやられたことないんじゃないですか、福岡選手。そうですね、はい、まあ、JWP の選手ではあの横浜でキューティー鈴木選手が38回転、はい、しましたけれども、すごい、さあ40回転目指していくのか。あ、しかしこの辺でちょっと、うん、いや、それにしてもすごい、でも遠心力がついてたが、なんか回ってる福岡選手の体が高かったですね、高さ、はい、もう完全にグロッキー大の字、今もう右も左もわからない状況でしょう。あっと、ちょっとうつろな目をした福岡光、大丈夫でしょうか。おっと目を覚ませという強烈な洗礼。京子選手はあの肩はだいぶこの間からぐるぐる巻きのバンデージですけれども、うん、あんまり良くないんですか、やっぱり。でも一時よりかは良くなったって言ってましたけど、うん、まだまだ、うん、痛いんじゃないかなと思いますけど、今もひょっとしたら万全だったらもうあと、そう、あんまり怪我しない方ですね、うん、全体的にかもしれない、はい、まあ、怪我が少ないというのもね、強いレスラーの条件ではあるんですけれども、あー強烈、体が丈夫なんじゃないですか、頑丈通過、はい、ええ、10分経過。さあ福岡らしさ、これまではまだほんの一部しか見せていない福岡、見せて福岡が見せていないのか、あるいは京子が全く出させる隙を与えていないのか。あの今10分経過しましたよね、はい、でも井上京子のペイントが全然ずれてないでしょ。あ、そうですね、うん、まあ、汗一つかいてないってことはないですけど、はい、それぐらいまだ力が温存っていうか、溜まってるっていうか残ってるっていうかですよね。しかもまだ技のね、もう彼女の技のほんの何パー数パーセントも出してないの、何分の1しか出ないし、はい、はい、いや、これは福岡厳しい試合になってまいりました。先日の豊田真奈美戦では札幌かなり好ゲームを展開したんですけれども、自ら憧れていたトヨタと試合ができて本当に嬉しかったというふうにね、試合後話していましたが、今度はまた全くちょっとタイプの違う、バカ、おっと、うん、
これはよく見ていた。あ、そしてそのまま綺麗なブリッジでカウントアツ。でも今のジャックナイフがすごい綺麗だったですけれども、ですね、早かったですね。あと、そして得意のローリングクレイドル。あ、しかしこの辺はパワーがある。ふざけろという感じですね。もうジャックナイフにしても今のにしてもやっぱり軽いかなっていう、うん、体格差がすごい見えちゃうっていうか、ぴょーんと飛んで、あっと、あ、これはこれは失敗ですね。福岡ちょっと今日はどうしたんでしょうかという感じの、そしてここはうまく返して、さあ小村から、さあうまく返すか、倒すことができるか、いやパワーの違いですね、パワーの違い、うん、そんなにやらせてたまるかっていうね。いや、ローリングクレイドルを転がすことも、でもこうなったら福岡もう意地でもあの技を やるまでね、うん、はい、何度でもやった方がいいかなって思うけど、あっと、あーもうやはり京子は全くこの、うん、だから相手にしていないという感じですけれども、相手にしたいっていうよりは、うん、あ、そんなんじゃかかんねえぞっていうところじゃないですか、はい、だから福岡も福岡なりにもうちょっと考えてね、うん、出すタイミングであるとか、はい、仕掛けであるとか、はい、そういうのを練って練ってやった方がいいんじゃないですか。やはり一筋縄では技もかけられないというこの井上京子。おお、あ、ちょっと足がかかったが、あれはこの、ま、あのまんまダイビング、うん、それもあるし、ロープに立つバージョンもあるんじゃないですか。そうですよね。さあ、ロープに振って、今度は何があるんでしょうか。おっと、あ、今のはコルバタを狙ったんでしょうけども、やらんとしたことは分かるけどっていうふうに、ね、いやー、これ何一つ今日は技がかかりません、京子。やはりそれだけ京子ってすごいですね。あっと、これはやばい。そう、これだったらかかるかもしれないしね、はい、急げばね。さあ、もっと早く、もっと早くトップロープに登らないと京子はなかなか行かないぞ。飛んだプランチャー、うん、でもひょっとしたらいつもの福岡よりも今日の方が金縛り状態かもしれないですね、うん、ちょっと動き硬いですね。さあ、リングアウトの引き分けというのはこのジャパンガールズにありませんので、場外カウントはないという場外発表がありましたけれども、そうしますとこの場外戦というのもこのジャパングランプリでは一つキーになってくるポイントではないかという気がします。この場外乱闘ですが、ちょっと人が目にかかりまして、まあ、なるべくね、リングの中に戻ってきてほしいですけどね。今どういうちょっと状況になってるからよくわからないんですけれども、さあ、ローリングクレードルを場外でやっていると、いや、これはあの、しかしながら一部のお客さんしか見れなかったので残念でしたね。うん、そうですね。いや、でもそれにしてもあれですね、今放送席の方からあんまり見えなかったですよね、はい、でもそれをやるんならリングの上 でやれようと、うん、そうですね、はい、しかし場外でのローリングクレイドル、これはまあ福岡も工夫しての、まあ、とっさに出たのか、あるいは狙っていたのか、ちょっと分かりませんけれど もいいですよね、こうやって試合やりながら、はい、試合の最中に成長していくという風に、なんかそんな感じ。さあ、そして今度は反撃、あ、どうやら場外でのローリングブレードルで肩を痛めたか、その傷の傷を負っている肩をちょっと痛めたか、今のはちょっと仕掛けが遅かった、あの辺はもっとがむしゃらに行ってほしい福岡ですけれども、今日はどうしても元気がないのか。あー、パワースラム。さあ、カウント、さあ、福岡この辺は得意のパワースラム、なんとかして回そうという、そしてやっとリング内でローリングクレイドル、これはかなりスピードも乗っているぞ、ポジショニングもいいが、さあ、ぐるぐると回します、先ほどのジャイアントスイングのお返しとばかり、さあ、ぐるぐると回してカウントフォール、うん、カウント2、しかしまだまだトヨタマナミのそれよりはなんかあの描く子がちょっと小さめなんですね、はい、多分ダイナミックさにはもう一つ欠けるかなという感じでしたけども、今スピードがやっぱり相手が重いのか何なのか、ボディスラム、あ、ドスンという感じで井上京子の重さが今伝わっていたボディスラムですが、さあ、得意のムーンサルトプレス、あ、綺麗に決まった、